名手埼玉西武ライオンズ源田壮亮選手が理想と掲げるあの男に迫る。球春到来、プロ野球キャンプイン。そのキャンプに向けて SSK の契約選手が今季使う道具のデザインやカラー、企画などを決めるプロスタッフミーティングが行われ、今回注目したのは、これはめていいんですか、足立さんの名手ですからね。あまり手深く入れないんですか、ね、入れないですね。すごいよ、入れた瞬間詰まる、出てるもんね、うん、こっちはあの22年のシーンです。わ、おしゃれ。やっぱウェブがおしゃれですね。でも使っていくと多少こう中指入ってくるようになってくるのかな。へえ、こういう感じなんだ。上手い人のグラブは顔がいいですよ、やっぱり。エレファント、エレファント、初めてエレファントからでした、ね、すげえ。これが名手足立、ゴールドグラブ賞取ってもおかしくないですからね、あの人はもう。いや、おかしくないよ。日本シリーズはめちゃくちゃ甲子園プレッシャー、あんまりガチャガチャしてないというか、イブシギンっていう職人の性格出てるかもしれないね。もともとショートなんで、こうセカンド守る時のこうグラブの変化とかも気になりますよね。そうだね。こういうふうに、こういうふうにちょっとチャレンジしたいので準備したのがこうしたんです。へぇ、22年のシーズンで使った基本型を一緒で小指2本でしたいっていうちょっと要望なんですよ。なかなか難しい要望ですよね。そうだね。だから日本だったらこういう感じの方がいいんじゃないかなみたいな提案。失礼します。どうしよう、5歩入れの時ね、このヒンジがやっぱ出るんだよね。そうですよね、うん、で、なんか指入らないからね、そもそもね。あ、そうですね、そうですね、そうですね、うん、ある聞いた話によると小指2本に持ってった時に当て取りと掴み両方実現するっていうのはなかなか高望みだと。ただプレー級選手はそれをしたい、したいですよね、うん。ここは SSK の職人の腕の見せ所。この後ついに足立選手登場。小指2本入れ挑戦の理由とは。ドクさん、ライパチいないですか。ライパチいますよ。出るんですか。今編集します。いや、ユーチューバー。結構グラブは年一。年一じゃないですね、自分は。2、3年ぐらい。いや、結構、ね、年には結構使いますよ。あ、そうですか。結構買えます。6個ぐらいを回して、日によって、これ違うかな、日によって違った、今日これ使ってみるかなみたいな。冬にはなぜチャレンジを、ショートやってた時はもう当て取りでいけたんですけど、はい、セカンドの時のゲッツーとか、はい、一、二塁間の打球とか、結構こう、握ること多いじゃないですか、両手でいけない、はいはい、それが多いんで、あ、これ無理やなと思って、今までの。グローブ使ったら全然取りにくいんですよ。どうやっていったらいいんだろうと思って。引っ張り込む感じがないというか。ないですね。握る方がいいのかなと思って。人生初です。初ですね。現代とかも使ってるんで。まあでも使うかどうかわかんないです。これボールの取り方がちょっとイメージつかないですよね。そうですよね。今回の自主トレで小ユニを練習した足立選手。本人に聞くと少し順応するのに苦労している様子でした。キャンプではそのあたりのグラブの使い方、ボールのさばき方に注目です。さらに足立選手のグラブを深掘り、ウェブが特徴的でした。編み出しあるなしはやっぱ全然違いますか。違う、しっかりしてますよ。日本シリーズとかこれ使ってたんですよ、うん、そのグラブであのファインプレーが生まれたんです。いや、そんなファインプレーじゃないっけ、あれは。そんなことないですよ。打球スピードで速くなってる感じとかってあるんですか。いや、強いですよ。強いし、まずそこじゃなくて、なんていうんだろう、まずセカンドの角度で自分もなんか違うんですよ。一歩目切れにくいんですよ。ショートだったらめちゃめちゃ切りやすいんですけど、左バッターの引っ張った打球とか切れないですよ。景色が歪んでるような、はい、違うんですよ。全然慣れないですよ。そんな風には見えないですよ。本当ですか。全然自分では納得いかない、なんか1歩目、それかもう星で1歩目切れてないだけかもしれない。東西の芝とかと卓球団の芝ってちょっと違くないですか。東西は難しいですね。早いです。難しいですよね、はい、早い分にはいいんですけど、なんとかもう、はい、落としてセカンドだったらもうアウトになる。跳ねますよ、ね、京セラは。あ、やっぱそうなんですか。はい。
肩あんま強くないんで基本こっち寄ってるんですけどね。あセンターラインの方に、うん、こっちの方は別に取っても投げればいいだけなんで、うん、自信ないんでこっちは。手口がなんかこう緩くなってくると嫌だとか言うじゃないですか。嫌っす基本もだこれも緩いんですよ、うん、めちゃめちゃここさえきつくしとけばもう基本も緩く構えるんでもう取れそうなぐらいがちょっと嫌なんですよ。この辺が緩くなってきたらもう嫌なんですよ、うん、中の動くぐらいも前までは基本握らなかったんで、うん、ショートという、はい、あまり聞いたことがなかった独特なこだわり、今季グラブさばきはどう進化するのか。そして足立選手といえばやはり逆方向へのバッティング。練習様子もこれは。なんで青ダメなんすか。もう NPB が嫌い。確かに白いんですよ。白いし常に白くしてくださいとは言ってるんですよ。なんでなんですか。もう白の方が良くないですか。良くないですか。綺麗に見える。足立さんメイクですね。詰まること多いんで、球数投げさせたいんで。重くないですか。いや、全然こう軽いですよね。そうですね。軽い方なんですよ。軽くして、もう使いこなせるように。180、90いかないぐらいです。もう操作性という。はい。おーら、おら、おら、すげー。今ちょっと芯あったな。すごいな、箱に持ってきたから。すげー。ドンピシャだ。すごい。大体こんくらいですよ。どうやって右方向に打ってるんですか。右方向しか狙ってないです。へ左ピッチャーのこういうこっちに来るピッチャーは引っ張りますけど、あともう駆け引きでここの球だけ引っ張ってこっちはもう全部流すとかそういうの考えて。どの辺で打つイメージですか。その逆方向とかって逆方向もうこの辺でやばもう本当にバットの近くバットじゃないですか。体の近くにつまんどこくないですか。いや全然いや前までは怖かったですけどもう今は全然逆にバッテリーからしたら詰まってヒット打たれたらもう嫌じゃないですか。バッテリーが嫌なバッターっていうのをイメージしてやってますけど、ね、なるべく簡単に終わらないように練習からもセカンドのライナーっていうかそういうのしか狙ってないですね。セカンドに宇宙から抜くとかではなく全然ですね。セカンドライナーまず試合はもう球数投げさせることしか考えてないはーはーピッチャーこの試合のイニング食いたいなって先発ピッチャーがしたら嫌じゃないですか。日本シリーズの終盤にね、いきなり見ようこうって簡単に終わらせないっていうもっと早く知っとけばよかったなへえ。どれぐらい前ですか。いやもうここ 2,3 年じゃないですかね。はぁ逆にこうしていこうとかあるんですか。それこそホームラン増やそうとか。いや全然ホームランいらないです他のホームラン打てるバッターが打ってくれる役割がある突き詰めていく、はい、87年世代同い年の星足立さん今季の活躍応援しております。